目的を明確にするってことがすごく大事だなっていうふうに考えてるんですね。入った直後に学年ビリから学年2位まで上がったことが今ですね、同じ時間使っても自分の方が伸びるって状況が作れちゃうんで、コスコス副塾長の西村です。本日は中森先生にお越しいただきました。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。竹田塾の中森です。気持ちいいですね、耳が。ありがとうございます。はい、似てる側なので。ありがとうございます。緊張してるんですよね。はい、ではよろしくお願いします。はい、お願いいたします。次のお題なんですけども、はい、内申点はやっぱり一般の方でも総合型選抜でも上げといた方がいいという話だったんですが、その上げ方みたいなものも、時々その受験生から聞かれたりするんですけど、そこら辺はどうやって上げたらいいですか？そうですね、基本的に私どもは勉強っていうのは逆算が大事って話をしてるんですよ。要は試験でどういうものが出るのかっていうのを合わせて、それが取れるような勉強をしていかなきゃいけないし、そのためには何ができたらそれができることになるのかっていう目的を明確にするってことがすごく大事だなっていうふうに考えてるんですね。例えばその学校の先生が定期試験のその過去のプリントとかをもし入手できるならして、あ、この先生は試験問題でめちゃめちゃ文法を出すなみたいな、はいはいはい、だけどこれ学校のワークそのまんまだなみたいな人なのか、はい、この人入試バンバン出すじゃんみたいな、はい、授業で過去問みたいな、授業で全然やってないこといきなり初見で出すじゃんみたいなこととか、これ先生のノート丸覚えしてればいけるんじゃないかみたいな形で、はい、要は大学受けるのと同じで傾向って絶対あると思うんですよ。その情報はできるだけ入手した方がいい、それに合わせて目標点が取れるような勉強をしていくっていうことがまず第一目的になると思うんですね。これが目的ずれちゃうと、すごい時間かけてやったけどなんか試験の傾向違うじゃんってなっちゃうと、まあなかなか点が取れないと思う。そうですね、点数が取れないと内申点に響いてしまうっていう感じですね。はい、その時にですね、うちの場合英単語の覚え方をまず例にとって言うんですけど、英単語を覚えるってどういうことっていうルールをちゃんと決めてるんですね。例えばどういう、これはうちの場合は一語一訳を秒で答える、もう1秒とか2秒で返せなかったらアウトってルールで英単語を覚えさせてるんですね。そう、はい、まあ、最終的にはスペルを覚えたりとか複数の意味を覚えたり派生語を覚えたりっていうのもあるんですけど、まず一語一訳即答できる単語がどれだけあるかっていう基準を決めてて、これを例えば竹田塾と1日100個とかを受験勉強開始した人は毎日やるわけですよ。それがまずできれば単語の覚え方は確立できてると。これを同じように応用して、じゃあ数学だったらとか文法だったら、じゃあ古文漢文だったらみたいな形で、それぞれの科目とか参考書ごとに何を目標として勉強するか、そのためにどういうやり方をすればいいのかみたいなことを、まあ、説明してるんですよね、竹田塾の中では。はい、まあ、なのでそれをもとに学校の定期試験だったらワークとか学校の課題で出てるものを完璧にするとかって話になると思うんですよ、まずは。ただそのワークとかって正直解説が詳しくないことがかなり多い。まあ、まあそうですね、はい、教科書にも解説は載ってないです、はい、とか、あと授業ついていけなかった人だと、はい、まあ後で教科書を見返しても正直解説なしとかノートなしだと厳しいじゃないですか。そうですね、その場合は自分の理解を助けてくれる参考書とかを頼ったりして、じゃあ最終的にこのワークが完璧になればいいんだけど、その解き方を何かの本で例えば頼って、はい、でそれやり方分かりました、じゃあ試してみようって言って解いて、でも正解なのでしっかりやってってってことを、まあ定期試験まで繰り返していくみたいな感じですか。定期試験のために参考書を買うっていうのもありで、はい、ありですね。ただ基本的には説明が詳しい、いわゆる講義系のものとか、そういうものを中心で、問題集はそのよほど解説が詳しくなくてこれじゃ無理って場じゃない限りはそのまま出る可能性が高いので、はい、まあ、学校のワークとか使っていいんじゃないかなと思いますけど、はい、というのが内申点の上げ方、ね、はい、ですね。ちなみになんですけど、はいはいはい、竹田塾に入って内申点が上がった人の例なんていうものはありますか？一気に上がった例だと、それこそ本当に大体最初1科目とか2科目からうちの場合やっていくので、入った直後に学年ビリから学年2位まで上がったことがありますね。そのままずっと首位行って、そのまま東大行ったことがありますし、はい、だから内申点を上げれば成績自体が上がるから基礎学力がついていく。そうなんですよね、その同じ時間使っても自分の方が伸びるって状況が作れちゃうん
で、要は勉強で一番テンション下がるのってやってもわからないことと、やり方がわからなくてずっとわからない問題に止まっちゃうとか、そういう時じゃないですか。だからそれが最初から解決策わかってると、もうやればやるほどなんかレベルが上がるというか、成績上がることがわかってるんで、そんなに苦にならないというか、むしろ自分頭良くなってる感がすごい味わえるんで、そこがすごくいい影響があるのかなとは思ってますね。じゃあ西村先生、はい、ちなみに私からもちょっと質問したいんですけども、例えば内申点って大体その5段階評価ですよ ね、 そうですね、はい、だから5段階で学校の内申が出てる人はそのままあれ出せばいいってことですか。そうですね、はい、そのまま受験資格があるよってことで提出して大丈夫だと思います、はいはい、なるほど。じゃあ10段階の場合って、例えば10段階の6とか7とか8って5段階評価だと 3.54 って感じになるのか、はい、変わるのかっていうのはそれどうなんですか。例えばですけど 3.5 だとどっちに出せばいいかって迷うと思うんですけど、はい、3.5 は繰り上げて4から出していいってことになるので。ああ、なるほど。じゃあ7と8って5段階上では評価同じになる。同じになります。へえー、そうなんですね。じゃあ1でも上げたら得なんですね。そうですね、1でも。そこで結構、まあ、悩むこともいると思うので、はい、じゃあ相談来てみたら、そうですね、あれ内心足りてんじゃないみたいな話になって、はい、受ける学校増えるみたいなケースも。そうですね、はい、武田塾さんでも、はい、このコスコスでも無料個別相談会っていうものはあるじゃないですか、はいはい、でそこに来た上で自分足りてないんですけど大丈夫ですかって見て成績見たら、はい、いや足りてるよ大丈夫だよっていう子もいるので、できるだけ無料個別相談会には来てほしいなっていうのがありますね。はい、この辺は本当にそうですよね。試験科目一応間違えてることが結構いたりするんで、うん、例えばこの大学政治経済で受けようと思ってるんですけど、政治経済そんな大学使えないよみたいな話とかあったりもするんで、はい、結構やっぱり情報微妙に間違ってることとかもありますもん、ね。はい、じゃあ、内申点は1年生から3年生のいつまでいるんですか。基本3年も必要なんですよね。そうですね、はい、ただマストで必要なのは1年と2年、大学によっては3年の成績でどこまで使うか、はい、っていうのは、まあ、またこれも情報になってくるので、はい、そこをちゃんと自分で理解しておかないと提出できるかどうかっていうところにつながってくるのかなと思うので、はい、マストは1年と2年で、あとは例えば2期生のところだったら3年の前期のみとか。そうですね、はい、3期生だったら、まあ、1学期のみのところもあれば、はい、2学期のところもあるみたいな。そうですね、はい、じゃあやっぱりでもこれ情報自分で調べないといけない感じなんですね。そうですね、はい、で自分で情報を調べてるとまた間違った情報が入ってしまったりだとか、間違えて提出してしまうとか、そういうことにならないためにもまずは相談してきてほしいっていうのはありますね、はい、まあ、塾入る入らないにしろ相談を受けることによって、その自分が受けられるかどうかっていうのが分かってくると思うの で、はい、でその無料個別相談会は武田塾さんでもコスコスでもやってるので、ぜひ来てほしいなと思います、はい、本当に受験で勉強をすればいいと思っている人が多いと思うんですけど、まあ、その通りなんですけど、ただ情報も勉強の一つだと思った方がいいっていうことはありますよね。本日は、内申点についてお話をしていきました、はい、内申点の相方だったりその情報っていうのは武田塾さんの方でも無料個別相談会を行っておりますので、はい、どちらでもいいので無料個別相談会にご参加ください。はい、よろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。